あ、どうも、吉田です。お願いします。はい、吉ポーズ。はい、ということで、本日、7月10日、対ヤクルト、4対1完勝です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。完全に乗ってきたね。完全に乗ってきました。タイガース、4連勝。そして、2位浮上。はい、おめでとうございます。はい、最高。まあ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 、まだゲーム差も、まあほぼ、まあ1位から4位ぐらいまで、もう、ね、合ってないようなもんだし、別にここでね、まあ油断する、まああれとかないんですけども、非常に状態が上がっていると、タイガース、最高です。はい、最高。うん、はい、大竹ナイスピッチング。はい、テルもね、ナイスバッティングだし、野口最高。はい、いやー、今日はね、ちょっとYouTube ライブでね、ちょっと試合観戦ライブをしようと思ってたんですけども、ちょっと同期に、焼肉誘われまして、ちょっと焼肉食べてました。はい。まあ、これ、撮影した後また、銭湯行くんですけども、はい。もう焼肉でね、食べながら見て、最高でしたね。うん、タイガースが勝つっていうのはね、最高。うん。で、まあ、ねえ、まあちょっと前回ね、奥側にまあやられてって、まあやられてる状態で、もう火曜日に登板はない、火曜日じゃない、水曜日に登板はないだろうなっていうふうに思ってたんですけどね。なんか、まあ巡り巡って、まあ奥側が今日、投げるってことになって、うわ、ちょっと、まあめっちゃめんどくさいなっていうふうに、まあ思ってはいたんですけども、まあ、なんとかね、打ち勝つことが、できましたね。うん、最高。うん。気持ちいいね。いや、最近の時もこんぐらい打ってほしいんだけどな。うん、ということで、まあ、今日はね、まあ初回いきなり、まあヒット、まあヒット、バントで村上に打たれるっていう、まあ綺麗に1点取られて、まあ、どうなんかなって思ったんですけどもね。大竹はしっかり、投げてくれましたね。大竹は本当に、まあ今日もね、6回83球。うん、で、5安打、フォアボール0、1失点。いや、最高です。うん。なんかあんまり、最近村上とか、そのあたりのピッチャーにはなんか120球ぐらい、投げさせるイメージが、ありますけども、なんか大竹に関してはなんかあんま投げさせないよね。岡田監督ね。なんでなんだろうな。まあ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 。ちょっと今日はね、解説とか聞かず普通に動画だけしか見てない。動画で、まあ普通見てたんで。うん。いやー、うん。なんでなんだろうね。まあ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 。でもこれが、まあ一番大竹には合ってんのかなっていう感じは、まあしつつ。うん。いやー、毎回毎回なんやかんやね。うん、いいピッチングしてくれて、さすがです。ありがとうございます。はい。うん、大竹これ何勝目だ ?6 勝目。うん、まあ2桁いけそうだね。うん。そうっすね。まあちょっとね、東が今日勝って8勝0敗。うん、才木と並ばれちゃったんでね。才木8勝2敗。うん。まあちょっと、ねえ、才木が投げてる時にちょっと、勝ちたいね。しっかり打って、勝ちたいね。まあ、最近、まあ、毎回もう1失点、0失点の試合を、ゲームメイクっていうか、まあ、試合作ってくれて、うん、まあ、最近が、まあ、崩れる試合も、まあ、1試合ぐらいあるでしょう。まあ、後半ね。まあ、1試合、2試合ぐらいは、まあ、覚悟してますけども、まあ、そういう時にね、なんか、持ちつ持たれつじゃないけどね、打線奮起してほしいですね。うん、ていうか、普通に楽に投げさせてあげたいって気持ちはある。うん、ごめんなさい、今日の試合じゃない、ことを、たくさん言ってしまいましたが、うん。まあね、今日は、中継ぎも、まあ、完璧でしたね。中継ぎ。まあまあ、ちょっと球数多かったけど、まあ、石井大地、ゲラ、ザキさん。まあまあ、3点差ある中、まあ、ホールドもしっかりつくタイミングでね。まあ、ちょっと、まあ、石井大地休ませてあげたいって言おうと思ったけど、まあ明日休みなのか。明日休暇日か。うん、まあしっかり休んで。まあゲラーもね、まあ、一応1点も取られてないかな。2軍から。1回2軍落ちて上がってきてからは。うん。
っていう状態なんで、まあ、うん、このいい状態っていうのを、まあ、キープしてほしいなというふうにはね、まあ、思いますけどもね。うん、そうですね。なんか4回5回6回と中盤でしっかりと、ポンポンポンってヒット、ヒットで点取れたっていうのが良かったですね。いや、テルめっちゃいいね。状態やっぱ上がってますね。昨日ヒットなかったけどね、ツーベースもちょっとホームラン行ったかなっていう当たりだったんですけどもね。うん、浜風、まあ、いつもより吹いてたって、まあ、まあ、その辺はちょっと解説聞いてたんですけど、まあ、吹いてたって言ってたし、うん、やっぱ飛ばないボールかな、あれ入ってもよかったよね。うん、あれがフェンチョクにもならないっていうね。ちょっと寂しいけどな。いやー、テル、いやー、ナイスバッティングです。昨日ちょっと逆に、昨日、まあ、サヨナラヒット打った近本、そして中野、右京が0安打っていうのは、まあ、ちょっと気になるところではありますけどね。やっぱ中軸がしっかり打ってればやっぱ勝てますよ。野口もね、しっかりと、ヒット打って打点と、ちょうどあの1点が欲しかったという、ところでね、打点、同点のね、タイムリーヒット、初スタメンでね、大事なところで打って、いやー、さすがですね。まあ森下がいつ上がってくるか分かんないですけどもね、それまでは野口、まあ出番、まあ、増えると思うんでね、しっかりこうやって結果出していってほしいですね。そして今日は小畑もね、まあなんかいい打球、ヒットもありましたし、なんかあんま良くないなっていう感じあったけど、その木浪が負傷して小畑になり始めたから、なんか最近、ここ最近いい感じだよね。すごい、多分木浪の成績も抜いたかな、って感じかな。試合数は木浪の方が試合出てるけど、数字だけで言ったら、木浪よりいい成績残してるんで、もうこのまま行ったら、もしかしたら、小畑継続、とか、そういう可能性もあるのかなっていうふうに、まあ、吉尾はね、まあ、思っております。はい、おりますけども、はい。坂本もね、そうだそうだ、思い出して、坂本の、何なんだろうな、ボテボテのサードゴロ、村上が、スルーして、あれフェアじゃないって思ったけどね、俺めちゃくちゃ。まあリクエストできないんだよね、アウトセーフだけでしょ今リクエストできんの。ストライクボールだったりとか、こういうフェアファールとか、そういうプレーに対してリクエストできないっていうのは、まあきついけどね。まあ真後ろで見てる三塁審判が、まあファールつったんだからファールなんだろうけどね。まあ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 、ちょっといい雰囲気ありますね。昨日、おとといと、昨日、その前の試合とね、逆転勝ち、ラッキー逆転勝ちが、2試合あって、もう今日も勝てたんでね。ちょっとまあ明日休みだ。明日休みっすけど、また金曜日からね、気合い入れて勝ちたいね。金曜日から 1,2,3,4,5、 あ、来週も木曜日休みなんだ、試合ないんだね。そうだそうだ、はい。まあ、貴重は7月の15日に、東京ドーム、伝統の一戦、阪神対巨人、その後 OB 戦がある、試合見に行きますけどもね。いやー、そこまでね、ちょっといい状態を、ちょっと保って、愛しいなっていうふうに、貴重思ってます。いいね、1位狙える位置にいるんで、ちょっと、今週中に、今週来週中に、次のあさってからの6連戦でちょっと首位にね、単独首位にね、なりたいっす、本当にお願いしますということで、皆様、今日の動画以上になります。またね、勝ってお会いしましょう。明日は YouTube ライブもちょっとね、雑談で配信ちょっとするかもしれませんので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。今日の動画以上です。チャンネル登録してほしい。